あまらあまら嘘きたいんやね嘘きたいんやねかわいいほとこかうんほとこもはいどうもあやかとひろでキムちゃんズで す, どうもどうもこわくんこわくんですどうもこわくんおもろいということですね。今回は新たなシリーズなんですけれども、ちょっと懐かしの昭和ソングを聞きたいっていう私の、企画でございます。はいはいはい、はいはい、で普段はですね、ある程度特定された、リアクションをすることが多くて、たまに新しい世界を開きたいということで、多ジャンルのいろんなジャンルの、リアクションを取らせてもらってるんですけど、はい、多分こんなに古い曲のリアクションするの今回が初じゃないかな。そうですね、はい、うん、で何でしようと思ったかっていうとね、うん、言ってブックオフ行った時にね、はい、ブックオフって今流行りの曲っていうよりは往年のヒットソングとかが結構流れてるじゃん。そうですね、まあ、あの企業のこの都合上というか、でたまたま今回このリアクションする曲が流れてきて、もちろん知らんねんで私、うん、で何気なく聞いてたんですよ、うん、じゃあ感動しちゃって、おなんか心が震えてん、あ音楽ってこういう気持ちにさせるのが素晴らしいところだよなってなんか改めて気づいて、うん、なるほど。普段あの今現在進行形の曲聴くことが多いから、こういうこんなに自分が生まれる前よ、だから自分が生まれる前の時代の曲をまじまじ聴くっていうのは勉強とか歌わなあかん仕事で歌うとかでは聴いたりしてたけど、うんうんうん、ちょっとね衝撃が走って、でねブックオフって面白いことに、うん、1時間に多分1時間ぐらいの番組なんかなあれが、うんうん、でブックオフのラジオやねん多分あれって店内で流れてるの、でそれが終わったらまた同じのがずっと繰り返されるね、多分吉野家とかと一緒やと思うんですけ ど,、うん、なるほどだからその日すごい何回も聞いてお る間に、うんうんうん、感動しちゃって、うんうんうん、ヒロ君ももちろん知らん、知らない、私もまあ聞いてはいたけど、まあ、ちゃんと聞いてないし、ちょっと一緒に聞いていこうっていう回です。なるほど、ほんまに感動してん。で歌やっててオフコース知らんのほんまに言ってるって言われると思うけど、うんうん、知ってますよオフコースはね、名前は、うんうんうん、で曲も聞いたことある曲はあるんですけど、でもそれってほらなんか、あなんかすごいなかっこいいな今の時代にはないなんかこう新しさ、自分にとっては、うんうんうん、懐かしいじゃなくて新しいのね私の中では、うんうんうん、新しさがあるな、かっこいいな、歌いいな、素敵やなっていうなんかふんわりしたなんか上辺の感想ぐらいが言えるレベルでしか聞いたことがなくて、なもっとしっかり聞きたいっていうのと、うんうんうん、秋の気配をしっかり聞くのは今日初、そうですね、なので、うんうん、めちゃくちゃ楽しみでございます。はい、はい、後ろちょっと暴れん坊やがいますけどね。ヒロ君オフコースといえばっていう曲出てくる、多分有名な曲だらけやと思うんだけど、わかんない、あのその世代の曲がっつり抜けてんのよ、あのあれやろ、ハードロックにハマっちゃったからやろ、そうそうそう、あの洋楽ばっか聴いてたから、うん、そうやんな、そうそうなのやし、1977年に発売された曲を聴くので、うん、二人でももちろん生まれてないから、まあね、それは知らなくて当然かなとはまあ思いますけど、じゃあオフコースって何っていうところから怒られそうやなほんまに、まやばいよな、でもそっからですから、やばいよな、やばい、分かってる、やばいな、分かってる、でももうそれを認めて進みましょう、行きましょう、はい、やし次の世代の方につなげるかなと思って、私らからやることによって、うんうん、オフコースって知ってるけどぐらいの人はいると思うのよ、今の世代の方でもね、そうですね、じゃあ行きますね、行きましょう、まずオフコースウィキペディアで調べたいと思います。ほんまに言ってるって感じやんな、すいませんね。小田和正さんの曲は正直何個か知ってるし歌ったこともあります、うん、でもオフコースは知らんな。1967年から1989年2月まで活動したやから、ほんまに私が生まれる頃ぐらいに活動停止してるってことなのかな、なるほどね、解散ってわけではなさそうやね、うん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 、ヒットソングがさよならやイエスのらしいです。そしてすごい、1982年には日本武道館において連続10日間のコンサートやって、すごいな、はあ、すごいね、それはすごいな。オフコースの始まりはびっくりするよ、横浜市やって、横浜市の高校に在学中だった小田さんと鈴木さん、なんて読むんだろう、地主さん、らが結成した、やっぱフォークだよね、うん、うん、フォークグループからだそうです。最初は
フォークソング的な曲を歌っていたと、うんうんうん、まあ、時代的にそうですもんね、うんうんうん、なるほど。あ、途中からバンドサウンドになった。なるほど。10年目のさよならで大ヒット。あ、さよならじゃん。ああ、多分それはわかる。それはさすがにどの世代の人も知ってるんじゃない、有名すぎて。でも最初から最後まで聞いたことないね、さよならも。あ、ないな、うんうん、正直そのサビの部分。そう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 。いや、なんかもう見る前からすごいっていうのはわかる。でもなんか、うん、なるほどなるほど。あ、89年解散。じゃあ皆さん、え、ちょっと待って、皆さんじゃない、小田さんは横浜市の金沢区出身やって。ほう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 。でも大阪の方もいるよ。大阪市出身の方もいらっしゃるし、うんうん、うん、面白いね、なんかね、いろんな方がいらっしゃる、うんうんうん、メンバーもちょっと変わってるって感じですかね。うん、 OK です。じゃあ今日聞きたいのはですね、うん、まさかのその曲って思うかもしれないですけど、私が聞いて感動した曲、うんうん、秋の気配。秋の気配、はい、マジで感動した。ただごめんなさい、私が店内で聞いたのは小田和正さんバージョンのアレンジなんだ。だからメロディーは一緒だと思うんですけど、アレンジがリズムが違うので印象がちょっと違うかなとは思うんですけど、聞いていきましょう。さようでございますか、はい、うんうん、いきますか、はい、あ、こっちつけの忘れてた。あ、全然ちゃう、ちゃうな、やっぱ、うん、ショックな、うん、いくよ、はい、いきます、せーの、スタート。
今寝てない大丈夫いや寝てないですよ。終わりました。そうですか。私はもう言葉も出ませんっていうのが感想やね、これは。ただあのオフコースのバージョンは初めて聞いたので今完全に、うんうん、すごい軽快なリズムやね意外と。そうですね、メロディーに対してかなりこうちょっとボッサー気味というかちょっとあのリズミカルなので明るく聞こえた私には少し。なるほど。私が聞いたのはもっと哀愁があるバラードだったから、なんかバージョンによって印象変わるっていうのはこういうことなんやなっていうのが勉強になる回ですね、うん、私は。ヒロさんはこれが完全初見やね。完全初見、ほんまに初めて聞きました。どうですか今じっくり聞いて。いやー、どうでしょうね。聞いたことないジャンルではあるよね多分。そうですね、やっぱりほんまにフォークとかあんま聞いたことなかったんで。ないよな、うん、そうですね。なんか、うん、なんて言ったらいいのかな。なんかこう忘れてた何かを気づかせてくれるような曲と思いました。純粋に。それは狙って言ってるわけじゃなくて、いやそのなんかキザなセリフ言おうかなみたいな感じじゃなくて、違う。ほんまに思った。ほんまにそう思いました。あ、なんか私もブックオフで思ったんよ。あ、私なんか なんていうのかな、うん、日本人としての。いつも言ってるやんリアクションで、あの魂を忘れて世界言うたあかんでっていつも多分言ってると思うんですけど、自分どうやったかなみたいなを考えさせられるような、あ、似たような感覚としては一緒 で、ね、でもなんかメロディーはものすごく日本人の心に馴染むメロディーですけど、うん、この曲のリズムが、まあ、洋楽とか聴いていらっしゃる、まあそうですね、ワールドミュージックか聴いていらっしゃるリズムなので、うん、全然古く感じない。そうですね、うん、確かに70年代にこれをリアルタイムに聴いてた方は懐かしいかもしれないけど、今聴いてもなんか古い曲やなとは全く思わなかったっていうのが感想やから、やっぱ好きすごい曲ってそういうのもあるんかなと思いますね。なんかアレンジですごい変わるのかなと思いました、うん、そうなの。じゃあだからほんまに小田さんバージョン聞いてほしい、うんうんうん、小田さんバージョンは特に今時、もっと今時っぽいリズムになってるんですけど、うんうんうん、忘れかけてた何かを思い出させてくれる曲っていうサムネイルやね。ええ確かにそうやな。そうでしょ、なんとも言えへんわ。なんか、ええ、なんかまああえて言うなら駄菓子屋さん行く時のワクワクとかさ、ええ、なんか習慣とかを忘れてたんですけど私は、はいはい、それを思い出すような感じというか懐かしさもあるし、うん、なんかワクワクかな、音楽としてのワクワクを確かに見せてくれてるっていうか、フォークってなんか僕の中では結構暗いイメージがあるんですけど、あ、全然暗くないね。暗さは感じないですね。歌詞めっちゃ暗いけどね、別れの曲なんで、はいはいはい、でも全然暗くせんようにしてる。そうやろね、だからあえてね、それがすごい聞きやすい。まあだからフォークから始まって、時代的にフォークから始まっていらっしゃるとは思うんですけど、うんうんうん、あのいろんなジャンルが組み合わさってるっていうのは伝わってくるから、うん、まあギターでこそちょっとフォーク感はまあね、まあ、コード進行とかは、ね、いい意味で残ってますけど、なんかドラムとかベースがフォークじゃなかったもんね、全然ね。ちょっとおしゃれな感じだったね、うん、なんかリズミカルで好きですよ。シンコペーションもいっぱいあってっていうね、うん、なんかあれやね、やっぱすごいね、先陣を切るってこういうことなんかなと思いますけど、なるほどね、感動しました。もう私は一言も喋れませんでした。これは無理やね。無理やろ、うん、無理無理。聞いちゃう。喋ろうと思えない。さすがやね。バンドって感じやね、なんかね。ということで、私の大好きな小田和正さんバージョン、もし聞いたことない方いたらぜひ聞いてみてください。それはそれでまた違ったアレンジで面白いと思いますし、いいですね、やっぱ古い曲。いいですよね。需要があれば音したいね。まあ、そうですね。自分が勝手に聞く分にはそれはそれで楽しいんですけど。多分リアクションしたら正直教えてもらえると思うのよ。いややっぱり実際ね聞かれてる方の方がもう絶対詳しく思うから、ぜひね、あのこの曲好きな人はこういう曲も好きじゃないとかっていうリクエストもあればぜひコメント欄にコメントください。お願いします。はい、ということで今回はオフコースの秋の気配をリアクションさせていただきました、はい、一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。くん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 。くん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 。ほんまに。